スキーシーズンも始まり、雪もしっかり積もってきました。今日は沖縄から来たタオとカズキというジュニア生と一緒に山に上がってきました。見てください。沖縄から来たタオ、結構上手になりました。すごいです。カズキもいい感じですよ。このまましっかり練習していきましょう。ということで、私風邪気味なんですが、スキーの後、どんな風に体をケアしているのかご覧いただきたいと思います。学校に帰るとみんな生徒たちはストレッチをしているんですけども、今日は高校生の修歩が自転車を漕いでいました。私はストレッチの前に逆立ちを毎日するようにトレーナーから指示をされていまして、いつきにちょっとヘルプしてもらって逆立ちを少し練習しています。そしてこういったゴムを使ってももの裏側とそれから表側、そのあたりのストレッチから始めています。結構これ効くんですよね。で、いつきと二人でハムストリングをしっかり伸ばして、いつきの足がちょっと硬くなってる、僕も硬いんですけど、もう少し柔らかくしないといけませんね。それから胸骨、胸周り、背中、サイドも伸ばします。で、最近はこういった電動式のストレッチポール、これがよく効きます。膝が痛いので、よく膝のちょっと上のあたりのIT バンド、この辺りをしっかりとほぐします。それから背中の後ろ側にも、これ結構効くんですね。で、最新兵器、これはピンポイントでほぐせる最強のマシンです。生徒の順が、仕入れてきまして、ちょっとお借りしました。このももの膝のちょっと上、ここがかなりこれで効きますね。で、生徒たちは、まあ、ペアになってストレッチをやったりする人もいるんですけれども、特にこれを使った場合はですね、ベッドを出してきて、ベッドの上で背中周辺をほぐしたり、それからももの裏側をほぐしたり、こういったことを生徒同士でやってます。これ日本の方にぜひおすすめです。特にスキーヤー最高ですね。今の時期からしっかりとやっておかないと、後で膝を痛める原因になります。体硬いですね。もう少し柔らかくならないといけません。この他にもまだメニューはあるんですけれども、このような形で 3,40 分はしっかりストレッチを行って、シーズンを乗り越えるために体を整えるという形で行っています。もう一度ももの前を伸ばして終了です。そして最後に、週に一度コンディショニングトレーナー宇都先生によるバランスチェックを行っていただいています。翌日に備えて体のバランスをしっかり整えて終了です。完璧です。宇都先生ありがとうございます。風邪気味で聞きづらいのにご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。